はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、スターウォーズのプラモデルキャプテンファズマです。2016年2月27日発売のキャプテンファズマのプラモデルを買ってきました。はい。それでですね、本当はこれね、発売日に出そうと思ったんだけど、はい、ちょっとね、パパね、急に会社に行かなくちゃいけなくなっちゃったので、はい、1日遅れになっちゃいましたね。はい。はい、これ自体はもう昨日の夜作りましたので、はい、そちらをご覧ください。はい。はい、ということでこちらがプラモデルのキャプテンファズマですね。はい。ものすごい光沢感ですね。はい。もうギンギラギン。はい。ギンギラギンです、うん、完全にね、ね、反射しちゃうぐらいだもんね。うん。ヘッドの顔見えるでしょ、ここから。見えちゃうじゃん。見えるよね。これ完全に鏡みたいなもんだね。そう。だからそういった意味では一番劇中に近いかもしれない。そうだね。うん。先日紹介したね、SH フィギュアスのキャプテンファズマはちょっとね、マットな銀だったので、うん、まあ、これはこれでかっこいいんだけど、うん、劇中のね、ファズマはちょっと反射してたからね、こんな感じでした ね、 いいね。まあ、ただこれにちょっと汚れが入ってたけどね。はい、はいはい、まず顔はこのような感じになってますね。ちゃんと首は動きます。はい、で今ねマントは、プラパーツのマントをつけております。これもう一つね、はい、紙タイプのマントもついてます。これ後でつけてみましょう。はい、で可動は肩でしょ、肩、腕でしょ、はい、で体力、手首も動きますね。はい、足がですね、股関節と膝、あと足首動きますね。はい、ももの部分にブラスターがついておりますね。はい、超かっこいい、うん、ギラギラ本当に本当です ね、 ねリッチだよねなんかね。うん、それとですね、左右2つずつ別の手首バーズがついておりますね。はい、ブラスターを持てたり構えたりできますね。はい、はい、こちらがですねこの前紹介したプラモデルのファーストオーダーストームトルーパーですね。はい、で、並べてみるとファズマの方が身長高いね。はい、この辺りは SH フィギュアスと違って身長差が再現されてますね。はい、これは素晴らしいね。はい、飾っててこれだと違和感ないよ。そうだね。うん。ではマント変えてみましょうか。はい、まずはこの頭をドゥーッ、早っ、取れちゃって、でマント外しますね。はい、でこの布のマントをつけていきましょう。はい、はい、ということで紙のマントに変えてみましたね。これ紙なんだよね、布かな、わかんない。うん、まあでもテロテロな方に変えてみましたけど、はい、こちらの方が多分ポージングしやすいね。はい、はい、じゃあちょっと手首も変えてブラスター持たせてみましょうか。はい、手首パーツ付け替えてみました。はい、素晴らしいね。はい、がっちりブラスターを持ってますね。はい、てか本当にギラギラだね。うん、超ブラスターまでね。そう、あ、本当はですねブラスターはゴールドに塗装しなきゃいけないんだけど、あのこれはそのまま銀のままにしております。はい、はい、キラ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 だね。ギラギラキラキラギラキラ、かっこいいわ。うん、ねえちょっとポージングさせてみていい？またやりますか。はい、はい、お願いします。エイシン君ポージング終わりましたか。はい、はい、じゃあお願いします。パッ、おおちょっと開いてる感じで。はい、なるほどね。こんな感じ、なんか変な、こんな感じだけど大丈夫？大丈夫です。なんか変じゃないこのポージング。まあ、ダイナミックさはあるね。うん、はい、はい、それではですね、前回のファーストオーダーストームトルーパーと同じようにこれまでですね、うちにあるキャプテンファズマ、それと比較していきましょうか。はい、まずはベーシックフィギュアのキャプテンファズマですね。はい、やっぱこうやって比べるとこのプラモデルの光沢感がすごいね。はい、うん、ちなみにこちらはですね、銀でもないね、ちょっと、ね、はい、灰色みたいな、そうだね、ですね。はい、でマントがペラペラと、マント軟質パーツだったね。はい、ベラーン。次にこちらがメタコレのキャプテンファズマですね。はい、これやっぱずっしり重いね。前も言ったけど、これはデスクに置く分にはこっちの方がいいかな。はい、うん、ずっしり。これも一応マントはちょっと硬いけど軟質パーツで、ね、あ、そうだね。うん、次に先ほどちょっと出しました、はい、SH フィギュアーズのキャプテンファズマ、これがやっぱ一番いいかな。うん、ちゃんとね稼働するしポージングつけられるし、うん、見ててかっこいいしねこれね。ただ光沢感でいうとやっぱね本物に近いのはこっちのプラモデルかもしれない。はい、うん、で安いしねこっちの方が。そしてこちらがレゴのキャプテンファズマですね。はい、これはマントがね布でした。布、うん、布なんだよね。布、そうなんだよ。でこっちはね紙とかプラスチックだから、はい、まあ、こっちの方がやっぱりちょっと若干リッチ感はあるけど、はい、まあ前と同じようにこれはね各部中に見えちゃってるからね。はい、ちょっとロボットチックでね、グリーバー将軍みたいな感じだよね。うん、ヘルメットレプリカコレクション、そうそうそう、ね、それのキャプテンファズマですね。はい、
このヘルメットはやっぱいいよね、うん、本物に近いし、うん、もうちょっとこれが大きかったらかぶってはめられたんだね。そうだね、ファズマのヘルメットも出てるみたいだけど、確かね半分しかないんだよ、前半分しかないから、うん、ちゃんとフルフェイスのやつがあるといいんだけどね、はい、うん、多分エピソード8にもファズマ出てくるのでちょっと期待したいね。なんかアクションシーンがあるっていう噂もあるので、おお、よかった。そうだから今回はねちょっとねいまいちだったからファズマ、うん、次回は大活躍してほしいですね。はい、はい、台座をつなげてストームトルーパーと並べることもできますね、はい、これで飾っておきやすくなりましたね。そうだね、はい、はい、ということで今回はプラモデルのキャプテンファズマでした。はい、ということで今回の動画いかがでしたでしょうか、はい、これはね素晴らしいと思います。はい、買っといてそうないね、うん、うちにね3PO のプラモデルまだ作ってなくてあるんだけど、うん、あれもね金のこういうねメッキだった、はい、キラキラだから、はい、あれはあれでまた、動画撮影外でね作っていきたいと思います。はい、はい、ということで今日の動画がですねもしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますのでぜひチャンネル登録もお願いします、はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね、はい、あ、そういえばこの前の SH フィギュアーズの時にちょっとだけミニ寸劇やったね。あ、そうだったね5秒ぐらいのね超ミニ寸劇やりましたね、はい、なんかパパがさブシって叩かれて終わりでさ、あ、そうそう、あっという間に、あとさ、えいちゃんが何してんだこいつっていう顔で終わったってね。あ、そう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 ですね、はい、それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますのでそちらのフォローもお願いします、はい、あとですね、カイロレンのプラモデルが確か4月ぐらいに出るということなので、はい、そちらもですね、出たら作っていきたいと思います、はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。